ガチョウやリュウゼツランなどの南国特有の植物が繁茂している。かつては南シナ海から遠く南洋方面にまで乗り出したという栗船。顔は住民の心の仕事、信仰の何よりの彫刻である。石を敷き詰めた路面、両側に築かれた石垣、最彫刻物にあたる琉球の道は石で舗装され、独特の美しい面影を残している。神秘な歴史を秘めた城跡の静けさ、琉球の名橋マダン橋、天平の昔を思わせる赤い瓦の建物、古くは海外諸国との交通貿易の接続点であり、相互に影響のあったこの島々は、建築や彫刻、音楽、舞踊、工芸などの固有の文化が1000年にわたって栄え、その人文の跡は今も豊かに伝えられている。その神の王府首里城にある守礼門、城の正門たる関海門、そして琉球王が文武百官を引荐し盛大な式典を挙げた正殿、御殿の一部に残る美しい三層の屋根、いずれも形式は地理的に近い支那復修編の影響を受けていながら、琉球民族のゆかしい好みが強く香りを放っているのである。玉踊は歴代王宮王族の霊を祀った王陵で、今から440年前の造営である。古色を帯びた壁面と当然たる岩石の幽邃な趣は、さながら有名の国が目前に漂うの感を覚える。ここを守るかのように頑丈に立つ唐獅子の怪異な姿は、この聖地に一切の浮上を許さぬ象徴でもあろう。玉踊とは魂の住みたもう宮殿に他ならない。そこには死んだ何者も祀られていない。現世のものよりもさらにありありと生きている精霊が、その明け暮れを送る場所とも言えるのである。洞窟の石門をくぐって苔むく敷石を踏むところに両どれの栄祖陵がある。岩山の絶壁をうがって幽玄な境を現出したあたり、石を美しく用いる琉球のゆかしさを知ることができよう。琉球の坂は驚くべき芸術品である。あるものは家の形を表し、あるものは亀の甲の形を示す。この素晴らしい墳墓は精霊に対するこの地方の人々のまざまざとした信仰の表れと考えられる。全ての墳墓はその国の信仰の切実な表現である。琉球の人々はこの壮大な墓を通じて先祖の精霊たちと魂を触れ合っているのであろうか。郷土色豊かな琉球の踊りと芝居、琉球こそは歌と踊りの国である。天然たる邪気線と歌の調べ、素朴な所作ごと、それは琉球の長い暮らしを背負っている。人々の日常の暮らしに深く根ざしているのである。琉球に発達した独特の武道空手、身に寸鉄を帯びずとも一旦断るときは完全立って一瞬のうちに人を倒すという、これはその昔武器を持つことを許されなかった琉球の人々の抑えきれぬ魂が生んだ独特の武技である。
腕を足を体を武器に変えたその火の出るような鍛錬ぶりと素朴なそしてうつぼつたる覇気は1000年の文化史を秘めて琉球は今も強く素朴に生き抜きつつある。